クレイマンクレイマン続きをやっていきます。で、前回はこのモニターに映し出される記号みたいなやつでつまずいちゃったんですけど、いつもね、俺がつまずいた時にヒントをくれる人がいるんですけど、その友達に聞きに行ったんですよ。またちょっとこういうところでつまずいてんだけどって言ったら、ヒント見ればいいよっていうことを言われまして、ヒント見てても謎解けないんだけどって言ったら、いやヒント見れば多分大丈夫だと思うんだけどなーっていう、なんかどっちもしっくりこない回答だったんですけど詳しく聞くとですね、まあ、説明書にも今確認したらね載ってたんですけど、コントローラーの四角ボタンを押すと、うん、いつでもヒント見れるんですねいやでもヒント見てもあんま変わんねえな。こっちでヒントを見ればいいのかな。ここでヒント見れば、あ、橋のそばのモニターに出てくる象形文字の変な音から音の間の文字を順番に入れる。待って、橋のそばの象形文字の変な音から音、変な音から音の間の文字を順番に入れてね。ただし最初はこのモニターの変な音の文字ですよ。何言ってんだこれわかんないヒントなのにわかんない。橋のそばのモニターってのはさっき俺が見てきたモニターだよね。それの、確かに変な音が鳴る文字が あるよ。変な音が鳴る文字から次の変な音が鳴る文字の間の文字を入れればいいだよねただし、そう、ただし最初の文字はこのモニターの変な音の文字ですよ。そう、これがこういうこと。1文字目がこのモニターの変な音。はい、見返しに行きました。変な音がこれ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 と、次からこれからが大事か。これ全部覚えなきゃ。最初が変な音がする文字で、次からがこれ、はい、こいつだ、はいはいはい、そこ、これおい、はい、これ、ほう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 。で、最後が、これ。来たな。おー長かった長かった最後のテープはね、でもそこ開くんかいっていうね。いやー、そっから入るんだ。そんな、いや、扉なんか見えなかったもんね。ありゃわかんねえわ。じゃあビデオ見ましょうか。うわ、全部揃ったオフ。おいらウィリウィリートロンボーン店だ。カセットにはある物語が入ってる。いいことも悪いことも、残された事実は全てカセットに記録された。第三の世代の終末の本当の出来事だ。君はこの真実を知れば何をすべきかがわかる。さあ、よく聞いて。すべてはホボーグから始まった。彼は想像しなくてはならなかった。なぜなら、彼がそうすべきであったからだ。彼は世界を美しいものと不思議なものでいっぱいにした。そしてこの世界ネバーフットをずっと永遠に暮らすことができる世界にした。
ホーボークはこの世界で楽しく暮らすはずだった。でも実際はちっとも楽しくなかった。広く美しいこの新しい世界で彼は一人ぼっちだったのだ。でもホーボーグは思いついた。そうだ、友達を作ろう。そしてこの世界を一緒に楽しもう。ホーボーグは新しい友達ができて嬉しかった。名前はクロックにした。そしてネバーフットに生まれた彼を歓迎した。ここにあるすべてのものは君のものだ。好きにするがいい。私と君はこれから共に暮らしていくのだ。少し待っていなさい。私はもっと王冠だ。いや、ダメだクロック。この王冠だけは君にあげることはできないのだ。私はこの世界ネバーフットの支配者である。支配者には王冠が必要である。わかるだろう。さあ行け。お前がこれから暮らす世界をよく見てくるのだ。私は王の間に戻り、次に作る仲間のことを考えるとしよう。ホーボークは友達をもっと作るために去った。クロックは悪いことを考え始めた。王の間で椅子に座り、ホーボークは次に誰を作ろうかと考え始めた。ん？ん？私の王冠。ひひひひ。さあ、ホボーグ。これで誰が支配者かわかる。王冠のないお前はもう支配者ではない。クローグ、やめるんだ。俺様クロッグはネバーフットの支配者であることをここに宣言する。なんてこと。ゲーヒー、俺様の顔変わっちまったぜ。なんだこりゃ。ヤッホー、こいつ固まっちまったぜ。この王冠にはネバーフットを支配する以外にもすごい力があるようだ。お前の命の秘密のようだな。おう、かわいそうに。クロックの言う通りだった。王冠がなくなったホボーグは抜け出すことのない長い眠りについてしまった。はあ、こうしてクロックは恐ろしい存在となった。なんだかやばくなってきたけど、きっと望みはある。きっとね。命の種だ。ホボーグはクロッグを作るときにヘマをしたんだ。クロッグはとんでもないワルになっちまった。でもウィリーは知ってる何をすべきかね。そうさ、いよ、クロッグが気づかないようにと。おう、誕生日おめでとう。これを見てたらいいことしてね。そうすればウィリー幸せ。ほら、これいるだろ。さあ行けよ。いいことするだけ。悪いやつに気をつけて。ウィリーは知ってるよ。目をつぶることは悪を生むことだってね。じゃあね。ということはクレイマンは悪いやつじゃなかったんだね。悪いやつとは別だったんだ。同一人物かと思ってたけど違うやつだったんだ。それとクレイマンの誕生の秘密も分かったんだね。で、鍵ぶん投げてたけど、どういう？まあいい、いただけるものはいただきましょう。
で、その後下に行って鍵を使おう。今までだったらここでどう先に進んだらいいか分かんないからヒント部屋まで戻ってたけど、今はヒントが見られる。映写機を使えばキーをどこに刺せばいいかが分かる。このこれって映写機か。あ、ちょっと首がこっち側に向いたね。ってことは今レバー動かせんじゃないかな。982FFF っぽい形と上が丸くなってるやつとアルファベットの T みたいなやつ、順番で982。了解です。F っぽいやつ、ああこれか、これが9。先っちょが丸くなってるやつが8で、 T みたいな形のやつが2だ。やべえ、ヒント見られるようになったらすげえ楽になったわ。それでこちら側に行けると、そういうことですね。あ、久しぶりに会ったなこいつ。ってことはまた当たり外れがあるんだけど、あーヒントね、すぐ見られるようになったけどまだ見ないでおこっか。端から引いていこうか。引けないね。その隣は、なるほど、これで橋がかけられる。一応全部引いておこっか。あんま意味ないか。ああ。じゃあどうすりゃいいかな。パックンチョが2人必要だ。お、変な音鳴るわ。左側はいけねえのかな。じゃああれだ。これも引いておきたいな。これ持っていけないかな。橋を渡したらこの映写機を置いて重しにするとか、そういう無理か。チーズとかネズミは何もできないよな。難しい。食わせるとしたら、まず橋かけなきゃいけない。まず橋かけなきゃいけないから、これ食わせた。橋渡っ、これはこれ、ここなんか怪しいけど、そういうことはないか。奥の丸い模様とかも何も。ヒント見ましょう。ハエトリグサはクレイマンも食べてしまうこと、それは確かに。食ったらピョって吐き出されるから橋かけなくていいんだ。オッケーオッケーオッケー、橋かけなくていいから吐き出してもらって向こうに渡してもらえばいいんだ。ってことは、あー、ちょっと押しすぎかな。この状態だったら、あっ、そもそも引かなくていいってこと。何も、そもそも何も引かなくていいってこと。定位置になんか戻ったもんな。ここっぽいな。ここでクレイマンが入れば、ペッとこっちに吐き出してくれんじゃないかな。おい、オッケー。なるほど、橋とかこの柵とかはダミーだったんだ。ただもう戻れないよ。
お邪魔します。おお、すまない、驚いたかい。すげえびっくりした。俺の名はクロック。ここにあるすべてのものは俺のものであり、俺が望んだ通りのものだ。そして今これらすべてをお前が支配できるようにしてやろう。お前がすべきことはただ一つ、王であるための飾りを身につけるのだ。そうだ、このネバーフッドの王冠だ。お前はこの王冠をどうすればいいか分かってるだろう。さあお前の思った通りにしてみろ。あ、王冠を、うわ、そういうこと。これもしかしてマルチエンディングなんじゃない？王冠をね、こうするかってことでしょ。あ、第3の こうするやついんの？あ、ここできない。見て、ほら押してるけどここできない。いいことしろって言われたからこうしとくか。何？そうか、わかった。この話はなかったことにしよう。なんだこりゃ。お、柵が出た。必ず後悔するぞ、クレイマン。お前は操られているだけだ、クレイマン。何も分かっちゃいないんだ。頑張れ。おお、クレイマン、やめろ。よくやった。どうなってんのこれ。どうなってんの。あ、よーく寝たぞ。起きたのか。起こしてくれたのは誰だ。お前の名前はクレイマン。え、お前は喋れんのかい。クレイマン。そうか。さあ立ちたまえ友よ。お前はこの世界を救ったのか。やばい。そして消えちまえ。放て。このイエー。私は最後まであいつを理解できなかった。さあ行くぞクレイマン、ネバーフットを完成させる。待って。すべての命はこの保育所で始まる。あ、ここ保育所。待ちなさいクレイマン、友達を作ってあげよう。え、何、なんかが起こってる。なんかぐちゃぐちゃしてるよ。え、何が起こってんだろう。クレイマンは何して、クレイマンは何、喋んなくなった。また喋んなくなった。おー、すげえ退屈になってる。あー、どうしちゃったの。すげえ楽しくなさそうだな。すげえ何時間かけてんだろうな。すげえ。クレイマン、起きなさい。クレイマン、起きて。紹介しよう。クレイマンだ。彼が賢くて思いやりがあり道徳的だったからこそ我々は今ここにいることができるのだ。クレイマン、万歳。いや、すげえ。クレイマン、万歳。待て、棒読み野郎がいっぱい増えただけだこれ。みんな楽しもう。
このゲームがもっとわけわかんなくなった。すげえな。さっきと同じシーン。どうしちゃった。感情があったのかこいつに。クレイマン、クレイマン、上だよ。オース。おお、ロボットも。ああ、よかった。いい世界だ。すげえいい。すげえいいゲーム。ただ、あの時もしクレイマンの方に王冠をかぶせていたら気になりますよね。やりましょう。お前はこの王冠をどうすればいいか分かってるだろう。さあ、お前の思った通りにしてみろ。はい、ということでここまでやっと戻ってきました。すげえ時間かかった。じゃあ頭に乗せてみるか。どうなるんだ。そうどうだ、やったぞ。どうなる、どうなんの。おおおおおおお、今から俺がこの世の支配者だ。怖っ。うーわ。ということでクレイマンの頭に乗せてしまうと、今度はクレイマンが支配者になってしまうというエンディングでした。ご視聴ありがとうございました。このゲームすげえ面白かった。すげえ面白くて、で、あと説明書の方にね、このゲームの制作にあたっていろいろ書いてあったので、ちょっとそれを読んでいきたいと思います。このゲームができたのは、ネバーフットの美しい一日というダグラス・テンネーペルの17枚の絵がきっかけでした。7年後、ダグラスと彼の仲間は、この絵を元にした粘土で作られたゲームのアイデアをドリームワークス社に持っていき、クレイマンが誕生したというわけです。このゲームの撮影には、約20センチから25センチのクレイマンが6、7体使われたが、その他にもその半分の大きさのクレイマンが20体準備された。セットには3トン以上もの粘土が使用され、アニメーションのコマ数は実に5万以上にも及んだのだ。ドリームワークスは最初からこの話に全面的に乗ってくれた。僕らに全てを任せてくれ、やりたいようにやらせてくれたんだ。僕らみたいな連中に好きに仕事をさせるなんて随分思い切った決断だったと思うよ。でもそれがなければこのゲームはできなかっただろうね、とダグラス・テンネーペルは言ってます。合成アニメーションを担当したマイク・ディーズは、実際に撮影する前に紙によるテストを重ねた。テンネーペルは言う。紙のアニメーションだと間違っても消すことができるだろう。でもパペットの場合、自分が見たものがそのまま作品になるんだ。一旦始めたら終わりまでやめられない。キャラクターの動きは1秒間に15分の1に分割される。1秒間は僕らにとっては永遠と同じくらい長いんだ。エリック・シコネはアニメーションからセットデザインまで全作業をこなしている。殴り書きみたいなスケッチをもとにセットを作っていくんだ。マークがデザインして僕らが実際にそれを作る。で、マークはそれをつなぎ合わせて仕上げるんだ。一番難しいのは紙に書かれたものをどんな風に形にしていくか考えることだったね。何か作り始めたと思ったら途中でやっぱりこれじゃダメだってことに気づく。そこでまた最初からやり直さなくちゃいけないんだ。このゲームで難しかったのは新しい分野への挑戦だった、とディエズは言う。スタッフはみんなゲーム作りにかなりの経験を持ってた。でも謎解きゲームを作るのも、本当のストップモーション撮影のゲームを作るのも全部初めてのことだったんだ。ストップモーションやクレイメーションで撮影している人は他にもいるけど、このゲームほど納得できる作品を作っている人はいないと思うよ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回どんなゲームに手をつけるか分かりませんが、そちらもお楽しみに。それじゃあさようなら、バイバイ。